私がレポーターやってた時なんですけど、何年ぐらい前ですか？いや何年ぐらい前だろう、10でも20歳超えてたと思うんで、でも約10年ぐらい前のことだと思うんですけど、小学校があるんですが、その小学校が廃校になって、でそれをアートでちょっと人が来れるような場所にしようみたいな計画があって、公開されてなくて事前にこう先駆けてちょっと取材してきましたみたいな感じだったんですね。でなんかこう先導の方がいらっしゃって、事務員みたいな方がなんかここには何々さんという方の作品がありますとか、各教室になんかその学校をイメージしたような作品だったりとか、もう全くその学校とか関係なくその人の作品がバーンってこう飾られてたりとか、その教室一つが丸々作品になっていたりとかして、なんか習字のとか書いてあるじゃないですか。ああいうのとかも全部なんかこうそれがアートみたいな感じになってるとかがあって、でなんかそうやってぐるぐる回って「すごいですね」みたいな、規模もすごいし数もすごいって話をしてて、で「いやでも体育館がもっとすごいんですよ」って言われて、でその体育館に行ったら、なんかその体育館の真ん中にこうなんか雪山みたいな、鎌倉みたいな形をしたアート作品があって、で近づいて行ってみると。なんかその子どもたちの手形がパパパパパってついてて、絵とかが描かれたりとかして、なんかそれが竹を組んで、その伝統の何かで竹を組んで、それの上に和紙を貼って、でそれでその学校に通ってた子どもたちなのか、まあ、最寄りの学校の子どもたちなのか分かんないですけどが実際にそこの場に来て、それで手形をつけていってっていう、これがもう一つのアートなんですみたいな感じで、すごい規模が大きくて、わすごいなみたいな感じになって、いやでも美しいですねとかって言ってたんですよね。でじゃあ次どこどこ行きますみたいな感じになった時に、ちょっと一旦私トイレに行きたいんですけどってなって、でそしたらその事務員の人が「うわこれいや行ってほしかった」って言われて「どうしたんですか?」って言ったら「いやもう全部実はこの小学校をこういうアート化するにあたってきれいにできるところはなるべくしたんですよ」でやっぱ力入れたのがトイレで、トイレはもう。ウォシュレットありますみたいな感じになって「ありがとうございます」みたいな「じゃあちょっとせっかくなんで行かせていただきます」みたいな「でどこですかね?」みたいな感じで言ったら「あなんかそこ曲がったところなんですけど」って言って「で分かりました」って言って、でマイク外して「じゃあちょっと行ってきます」みたいな感じで、でやっぱ学校も広いんではぐれちゃうとっていうのと、あとトイレまでついてきたらちょっと私も気まずいじゃないですか、だからって言って、みんなその鎌倉の前で待っててくれてたんですよ。で「じゃあ行ってきます」って言ってダッシュで行って。でそのトイレ「あここか」って言ってトイレの前に着いたんですけど、なんかドアは正直言って別になんかリフォームされてないっていうか、昔ながらのっていう感じのトイレのドアで、でなんかプラスチックのこう四角いやつでこうグッて押すところがあるやつ分かります、取っ手とかじゃなくて。で別にここは買えなかったんだと思って、でガッて開けたんですよ。で開けたら子供たちがいっぱいいたんですよ。でえってなって、でよく見たら全然トイレも新しくなくて、でこの右側になんか鏡と洗面所みたいなとこがあって、そこの前でみんなこうやって喋りながら「でさなんとかで」とかって紙やったりとかで、トイレからこう出てくる子とかもいて、なんかぎゅうぎゅうっていうか結構な人数がいたんですよ。で鎌倉をやった子どもたちが今日だったのかなとかって思って、でも私誰もいないと思ってたのでびっくりしてなんか「えっ?」って言っちゃったんですよ。そしたらその子どもたちがそれまでわーって喋ってたのにピタッて止まってバッてこっち見て指さして「あー」って言ったんですよ。で「うってなって、もう「うー」ってなりながら、その取っ手がないドアカチカチカチってやりながら「うー」って閉めて「やばいやばい」って言って、なんかすっごい子供たちが怖いって思って急いで戻ったんですよ、その体育館のところの鎌倉のところに。でその事務員の人に「なんかトイレすごい子供がいっぱいいたんですけど」みたいなこと言ったんですよね。そしたら「子供は?いるわけないじゃん」いやでもめちゃめちゃ子供いましたし、トイレ全然なんかそんな新しくない感じだったんですけどって言ったら「え違うところ行っちゃったんじゃないの?」って言われて「おじさんついてってあげるよ」って言ってついてきてくれたんですよ。で私が行ったところのトイレに着いたんですよ。取ってあるタイプのドアだったんですよ、まず。もうさっきと全然違うわけですね。そうでドアが違くて「えっ?」ってなって「ほらこんなに綺麗になってるでしょ」って言って開けられたらもう。全然違うんですよ。まあ、こう鏡があって洗面所があっては一緒なんですけど、洗面所も自動でこう出るタイプのもう最新システムのやつになってたりとかして、トイレのこのドアのこの感じも木とかじゃなくてプラスチックっていうか、なんかすごいおしゃれなトイレみたいになってて、さっき見たものと全然違くて、でさどうぞって言われたんですけど大丈夫ですって言ってやめたんですけど、もうそのなんかトリップしちゃったんですかね。なんかそれはやっぱり当時のその学校がまだ使われていた時のトイレに行ってしまったってことなんですかね。めっちゃ怖かったですけど、それ全員がこうパッて顔を上げて見てきて、多分私はその声を上げちゃったので、なんかわーってみんなこうやって見てやってたんですけど、わーってこっち見てあーって言ったんですよ。ただまあね、そのよく土地は記憶するなんて話を僕も聞くので、はい、そこの前の時代に、まあ、入り込んでしまったのかもしれないんですけど、その女の子たちが一斉に振り向いて、でもうバーって指さしてなんか「わー」って言われたんですよ。それなんこの閉める間もずっと言ってんですよ。一歩も動かないで、しかももうってやってチラって見たらまだ見てずっと言ってんですよ。よく息続くなって感じですよね。それだからわけわからん、聞いてる時の印象として「ああいけないんだ」とかなんかこうとがめてくるような感じの言い方に聞こえたんですけど、いやでも本当そんな感じで。でもそれで逃げるようにして行って帰ってきたら全然ドアも違くて、謎。やっぱりその過去に行ってしまったんですかね。ただやっぱりその女の子たちの反応がちょっと気になりますよね。いやーなんかよくわかんないんですけどっていうことがありました。普通に日常茶飯事的にそう。でもなんかそういう感じでこうなんかその前の人っていうか前の時代に生きてたのか分かんないんですけどっていうのってなんかもう見たことあって、まだそれ保育園の時だったんですけど、なんか保育園のなんかお庭みたいなところに駐輪場みたいな場所があって、そこの駐輪場には自転車が止まってるわけじゃなくてキックボードがこう鉄製のキックボードがバーって赤いキックボードがバーって並んでて。でなんか年中さん以上になったら乗ってもいいみたいな感じだったんですよ。でその保育園の入り口がこう下り坂になってて、みんなもう我先にキックボードを取りに行ってそこに行ってこうガーって降りるみたいなことをやってたんですよ。で私もやっと年中になれた時にもういの一番にそれ乗りたくて、うん、でその倉庫に行ったんですよ。そしたらなんか男の子がもう先にいて、うん、その男の子が「今日はこれ」って言ってたんですよ。でなんかあじゃあそれに乗るのかなって思ったから、私はなんか違うやつを取ってなんかパーって行ってで遊んでたんですよね。でなんかやっぱこう初めてそのキックボードに乗る子とかもいるから、その坂で転んじゃう子とかもいて、なんかみんな気をつけてねみたいな感じでなってたんですよね。でまた数日してなんかそうやって取りに行ったりとかして、で毎日毎日そうやってキックボードで遊んでたんですけど。また数日後になんかまた一番乗りだと思って行ったら、またその男の子がいて、でなんか別のところに立ってて「今日はこれ」って言ったんですよ。で何なんだろうこれと思いながら別のやつを取って行って、でそれでまた遊んでたらガシャンって言って転んじゃった子がいて、でなんかパッて見たらそのここのとこから出てる紐がみたいなのが出てるんですけど、その紐の色がなんか各色違うんですよ。うん、でそのキックボードって何十台もあるわけじゃないからなんか全部色が違うんですね。うん、で今日はこれって言ってたやつがなんか青色のこのビョーっていうのが出てたんですけど、その転んだ子が乗ってたやつが青色のやつだったんですよ。であれって思って、でもうそこからしばらくその男の子見なかったんですよ。うん、ですごい変だなって思ったのが、まあ、年中さんだったんであれなんですけど、自分が年長になってで今日はキックボード乗り行こうって思って行ったらその男の子またいたんですよ。うん、この子って何歳なんだろうって思って、でまたいるって思ったんですね。で今日はこれってまた指しててうんって思ってまた違うやつ掴んでまた乗って、でしたらその今日はこれって言ってたやつに乗ろうとした子がいたんですよ。坂の上まで行って、でその子をパーってやって「私のと交換しよう」って言って、で「えなんで?」って言ったら「私のやつの方が速く走れるから」とかって嘘ついて「それ壊れてたよ」って言って、したらなんか「あ分かった」って言って交換してくれたんですよ。はい、で私これ乗ったら絶対転ぶって思ったから、うん、そのまま持って戻しに行ったんですよ。はい、でそしたら入ったらその男の子が仁王立ちでいて「でお前誰お前誰お前何してんの?」って言われてもう怖くてそれバーンって投げてバーって走って逃げて。みんなと砂場のところで一人こうやって泣きながら山作ってやってたんですよ。でお母さんになんか「実はなんかそのキックボードのところに変な男の子がいてなんかその子がなんか転ばせるんだけど」って言って「何それ何かあったのかな?」って言われて「でなんか分かんない」って言ってでなんか保育園のその保母さんとかにもいろいろ聞いたんですけどなんか「今日いると思うよキックボードのところに」とかって言っても「なんか誰がいるの?」みたいな「分かんない誰か分かんないけどいる」って言ってもなんか答えてくれなくて「なんかいないよ」みたいな感じにしかならなくてだから私もそれ以来キックボード乗りに行けなくて友達に取ってきてもらうとか。でもそれでもやっぱ転ぶ子は転ぶんですよやっぱり、はい、まあそれってただ単純にその子供だしうまく乗れないから転んじゃうってこともあると思うんですけどそれをもしかしたらその子がまた今日はこれってやってたかもしれないけど、ね、もう見に行けなくてそれが怖すぎて卒園しちゃってもうあれですけどめっちゃ怖くないですか？めちゃくちゃ怖いめっちゃ怖かったっすそれめちゃくちゃ怖いもういないと思って戻しに行ったらすげえ言われたからそんなに怒ると思ってうわすごいですね今日はこれって言っても転ばせるものを宣言しててでそれをせっかくやってんのに松島さんが邪魔をしたわけだからそこに対してここでこう怒ってきたわけでしょ多分何それ、まあ転ばせるくらいでそれで大怪我になってとかはないですよね。ないですないです。だからまあそれがウェーンぐらいな感じ。そんな坂もめっちゃすごい坂じゃないんですよ。すごいなだらかなこれちょっと蹴らなくてもスイーって降りられるぐらいの感じ。だからねまあ可愛らしいぐらいで済んでるんでいいんですけどね。ちょっと死神的な感じなのか。ちょっと思っちゃいますよね。そうだからもう。後半そこになんかこのビョンビョンビョンってやるやつとかも全部しまわれてたんですけどそれも取り行けなくてなんかもうずっとプールの横なんですけど横取る時もこうやっているかなって見てまた怒られちゃうなと思って私が邪魔したからだからもう近づけなかったです基本。いや例えばねその一つのものがあって青いキックボードだけです、でそれは以前それで怪我をした子がいてとか。だからそのものに念が入って青いキックボードは危険なんです、だったら分かるんですけど違うんですもんねその子の気まぐれで毎日今日はこれ今日はこれって変えてるわけだからそれはもう防ぎようがないっていうかそうなんですよ。で本当になんか上に進級してもとか年長になってもいたので。そうですよねだから年長さんだったから私知らない人なんだって思ったんですけど自分が年長になったのにその同級生っていうかじゃないから。この子誰なんだろうみたいな。となるとやっぱり生きてる存在じゃないのかもしれないって思ってきちゃいますよね。そうめっちゃそういうことがありました。めちゃめちゃ怖かったです。普通に。